昼も夜も深夜も YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回は因数分解基本その3ということで x2乗+2x+a2乗が括弧 x+a の2乗になったり x を引く 2x+a の2乗が括弧 x 引く a の2乗になるタイプの因数分解の問題を解説していきたいというふうに思います。まずちょっと復習なんですけども x2乗+4x-21 これを因数分解しなさいと言われたときにどうやって因数分解するかというとまず、ここの括弧の前の2つは x と x で決まりましたね、ここの x と2乗です。で続いてここ見たときにこれかけて -21 足して4になる2つの数を探すんでしたね。かけて -21 足して4になる2つの数、そうするとこれは7と -3 7と -3 が確かにかけたら -21 足したら4だね。なのでこの7と -3 をそのまま答えてあげればよかったですね。でこのタイプは実はこの考え方である程度解けちゃいます。どういうことかっていうと1番 x4+6x+9 ですがこれ足して6かけて9になる2つの数を探せばいいわけね。そうするとここ x になって足して6かけて9 3と3だよね。なので x+3 ただし括弧 x+3 括弧 x+3 ということでそれって同じものを2回かけてるから2乗すればいいでしょ。だから括弧 x+3 の2乗というふうになるわけ。簡単だよね。2番、これも同じ、これも足して -14 かけて49になる2つの数を探します。足して -14 かけて49になる2つの数、49はね 1×49 と 7×7 ただマイナスになってるからね。-7と -7 ね。-7と -7。ということは、x-7 なんだけども、同じものかけてるから、括弧 x-7 の2乗という具合になるわけ。簡単でしょ？で、括弧3番を、解く前に、今、こういうふうにして見つけることができるんですけども、この問題のパターンはですね、とにかくですね、2乗と2乗なんですよ。一番前と一番後ろが2乗になってるわけ。一番前と一番後ろが2乗になってる。その最初と後ろね、そこだけ注目すれば実は簡単に解けちゃうんだ。どういうことかっていうと、3番 x2乗-8x+16a2乗、これも何の2乗になってるかって考えたときに、これ x はもちろん x の2乗だよね。で 16a の2乗だけど、これって16っていうのは4の2乗でしょ。だから 4a を2乗したものだ。だからここ 4a の2乗って書くわけで、あとは符号さえ決めればいいの。符号ここプラスかマイナスか、これマイナスだね。だからマイナスになるわけ。いい？そうするとね、一応ね、最後確認のために真ん中のやつが合ってるかどうか確認するわけ。要はこれを展開したときに真ん中のものっていうのは x とマイナス 4a と2をかけたもんだよね。マイナス4に2をかけたらマイナス8だからマイナス 8ax になって同じになるでしょ。だから合ってるなっていうふうに考えてください。もう一度言うけど、一番前と一番後ろに注目して何の2乗になってるかどうかを確認する。ただそこをやってあげればいい。ここがマイナスだったらマイナスにしてあげる。で、最後2乗すればいい。ただそれだけ。だけど一応念のために真ん中にね、真ん中のもの、こことここをかけたもの、x とマイナス 4a に2をかけたもの、それがマイナス 8x、真ん中になるかどうかを確認すればいいわけ。OK。続いて4番いきましょうか。4x2乗-4x+1。これは同じように考えると何の2乗になるか、 4x を2乗っていうのは 2x を2乗したもの、1の2乗っていうのは1の2乗だから 2x と1で、ここがマイナスだからマイナスだからマイナス1にして2乗すればいいと。いい？真ん中の数は 2x とマイナス1と2をかけたマイナス 4x になってるから OK。 はい、どんどんいこうか。5番、 9x を足す 12xy 足す 4y2 乗、9は3の2乗、x は x の2乗だから、これ 3x を2乗したもの。4y の2乗っていうのは、4は2の2乗、y は2乗だから、2y の2乗。よって、もう 3x2y の2乗ってやっちゃって、で、ここプラスだからプラスにすると。で、最後、念のため確認。念のため確認で、3x と 2y と2をかけたときに、12xy になってるよね。OK。で、最後いきます。6番、
括弧 x 足す y の2乗引く10括弧 x 足す y 足す25。これはまずパッと見た時にやることあるでしょ。パッと見た時同じものあったらどうするんだっけ。文字で置くんだよね。なのでここは文字で置いてあげるわけ。ここを A と置いてあげるわけ。そうするとこの式というのは x 足す y をラージ A と置けばラージ A2 乗引く 10A 足す25という具合になります。よってこれを因数分解してください。括弧2乗とで、これも A で25は5の2乗、ここマイナスだからマイナス、マイナス5と A と2をかけてマイナス 10A、 OK だね。で最後元に戻すの忘れずに、 A は X 足す Y だから括弧 X 足す Y 引く5の2乗、これでおしまいです。いいかな。ということで今回のパターンね、X を足す 2X 足す N 乗イコール X 足す A の2乗、 X を引く 2X 足す N 乗イコール X 引く A の2乗型ということで、まあ最初はですねこれと同じパターンだよって形でやってあげればできるし、あとはもう前と後ろが何の2乗になってるかどうかに注目して、前と後ろが何の2乗になってるか注目してここのところを書いてあげて、あとはここはプラスかマイナスかで判断して、あとはこれ計算した時にこの真ん中の数が合ってるか確認する、そういう姿勢でね解けば絶対できるからね。いいかな。以上で因数分解のねこの基本さんのパターンを終わりにします。よかったらねチャンネル登録と高評価と、まあ、できたらねコメントくれると嬉しいです。では。